そば祭り18歳青蘭女子大学の1年に在籍中、流動4兄弟の生活を文明的に維持する会の会長。実はその私、殺されてしまうのです。いえ、ということにされてしまうのです。それは4兄弟の留守を預かって、だだっ広い流動家でのんびりとなどとしている時でありました。しかも殺されたのは私一人ではなく、その上犯人はなんとはじめさんたちなんだって。昨日深夜、学院の経営権をめぐる争いで理事長一家が甥兄弟に惨殺されるという事件が発生しました。殺されたのは共和学院理事長鳥羽誠一郎さん、その妻佐恵子さん、娘の祭りさんの3人で、容疑者は鳥羽さんの甥にあたる流動はじめとその3人の弟です。あらら、うちの周りがパトカーだらけ。泥棒でも入ったんですかね。ここから先はダメダメ、 U ターンして U ターン。そりゃないよ、あれ俺んちだもん。な、何？お、こいつら流動家の。いたぞ、流動四兄弟。続く、U ターンだ。警察だ、新海三郎だな。そうだが、流動四兄弟といえばわかるな。ああ、ニュースは見たよ。じゃあ開けろ。家宅捜索か。令状は？てめえ、なめるなよ。おいおい、新聞記者の家に令状も持たずに踏み込むなんてな、そんな間抜けはやめた方がいいぜ。警察官の横暴ぶりを記事にするなんて野暮は言わん。引き取ってくれ。やろう。今度駐車違反でぶち込んでやる。こちら26号車、現在地2丁目35、引き続き監視します。やれやれ。すみません先輩、ご迷惑かけて。この調子じゃお前たちの知り合いのとこ全部に刑事が行ってるぜ。そうでしょうね。これだけマスコミと警察を動かせるとなると、よほどでかい相手に睨まれたな。例の老人か。そんなところです。どうぞ、アメリカンで入れてみました。お、悪いね。いえ、居候の身分ですから。やっはー、やってやったねえ、僕にも貸して。もうねえねえ。ちょっと待った、もう少し。その身分をわきまえない人たちもいるようですけど。よしく。まつりちゃん、本当に殺されちまったのかな。罠でしょうね。まつりちゃんが死ぬもんか。18時20分、旋回に入ります。君たちがここにいるのはとっくにバレているようだな。
だったら来りゃいいじゃん。盛大に出迎えてやるのに。何かを待ってるんだ。僕たちが動くのをですか。うん。イライラするな、もう。あれ、あのヘリのライトなんかおかしいや。あれはモールス信号だ。ああ、これは数字だな。1908。うちの電話番号だ。通じたぜ。ただいま転送しております。転送してるってよ。転送？もしもし、もしもし。流動家の人間か。流動はじめだ。そっちは？用件のみ伝える。おじ一家は生きてる。お前たちが我々の招待に応じてくれれば彼らは無事に帰そう。招待だと？もし拒否すればおじ一家はニュースと同じ運命をたどることになる。聞かせてもらおうか。明日正午、自衛隊の東富士演習場に。東富士演習場だ。演習場の中に赤い旗が立っている。赤い旗？その旗の下でおじ一家と合わせて。みんな無事なんだろうな。はじめさん聞いてよ、こいつらひどいの。では明日正午待っている。切れた。ねえ、まつりちゃんは無事だった？生きてた？俺の車使ってくれ。すいません、迷惑ばかりかけて。構わんよ。俺昔から君たち兄弟に興味があったんだ。ジャーナリストとしてだけじゃなく、俺個人として伝説の神秘とその超論理性についてね、いつか事情を聞かせてもらうことあるかな。ええ、話せる時が来たら。その時は。出てきた。車はちゃんと返してくれよな。まだローンが残ってるんだから。今日も晴れそうだな。この新海という素敵なおじさま、失礼、まだ30前だったわね。とにかく新海さんはこの後も流動兄弟と深く関わる運命だったのです。それはさておき、流動四兄弟が東富士演習場を目指してひた走っている頃、四兄弟の新たな敵が日本の土を踏んだのでした。
ようこそレディエル。状況はどう、ミスター・タウンゼンド。ベリーグッドだ。ドラゴン四兄弟の正体は間もなくわかる。そう、わざわざニューヨークから来た甲斐がありそう。お見えになりました。ようこそおいでくださいました。本日は御前自ら演習をご覧くださると聞き、士官はじめ全自衛官士気すこぶる高まっております。司令官は、この演習101部隊を参加させる。は、第101特務部隊レッドベレーをでございますか。隊長、少しはシャキッとしてください。まったく部下への示しがつかないじゃないですか。へいへい。顔を明細してください。規則違反ですよ。ダメ、俺肌が弱くてさ。いつもこうなんだから、本当にもう。どっかの国が攻めてくるわけじゃねえ。演習はあくまでも演習よ。ビールねえか。ビールありません。それより小隊長、変な噂が流れてます。司令官が銀座の女でも同行してるのか。この演習にレッドベレーが参加するらしいって。何？どうでもいいか。聞かなかったことにしよう。全員配置につけ。演習開始15分前。大隊長、どこへ行かれるんですか。うっせえな、しょんべんだよ、しょんべん。この人、水地雅彦二等陸尉。防衛大学でのエリートなのに、ひたすら不良自衛官の道を歩んでいるのです。この人も実は竜道四兄弟と因縁浅からぬ仲なのでした。あとは主役の登場を待つだけだな。見事主役を務められるかしらね。どうします、兄さん、やってみます。先輩の車をお釈迦にするわけにはいかないよ。ではゆっと。12時10分前だ。急ぐぞ。
あれは、なんてこった。司令部に緊急連絡。民間人が演習区画に迷い込んだ。はっ。午前、あと3分ほどで演習開始です。司令官。なんだ。はっ、それが。どうした。あ、実は。なんだと。どうした。はっ、民間人が誤って演習区画に入り込んだと前線からの情報です。全部隊に伝達。演習は一時中止。中止せずともよい。は？わしは中止せずともよいと言ったのじゃ。しかし司令伝達はするが演習は予定通り行う。見せてもらうぞ、流動兄弟。赤い旗なんてどこにあるのさ。サンキュー。どうも俺たち鎌倉の老人にいいように動かされてるみたい。これだけ広くて、しかも一般の人間は出入りしない。演習の名を借りて僕たちを始末する。そんなところだろうな。でもそれは奴らの考え。こっちは祭りちゃんたちを助け出すさえすればそれでいい。ターゲットの画像捉えました。解像度限界です。なんて綺麗な顔立ちをしているの。デートする時が楽しみだわ。あそこ見て見て。12時だ。間に合ったな。やっほー、やった。一番乗り。まさか砲撃の着弾って。撃てー。やつらも演習場に呼ばれた意味ぐらいは分かっていたはず。こうも簡単に策にはまるとは。竜の血が流れてはいても所詮まだ子供か。なんてこった。こんな罠にはまるなんて。俺は長男失格だな。まつりちゃんを心配するあまり判断力が鈍ったんですよ。そんな言葉ちっとも慰めにならないね。で、どうするのさ、これから。俺たちだけで逃げ出すのは簡単だが、もし本当に赤い旗の下にまつりちゃんがいたとしたら。迷うことはありません。まつりちゃんなしでこれからの食生活が考えられますか。生きている。民間人がまだ生きているというのか。はい、報告によりますと着弾地点を走り回っているとか。なんだと。ここで演習を続けたまえ。その民間人については第101特務部隊が処理をする。処理。民間人は。それは御前。妙な気は起こすな。この場で君を退官させることぐらい造作もないことだ。わしにとってはな。はっ、はあ。
まつりちゃん、そばのおじさん、納税者を撃つとは罰当たりめ。全力を挙げて攻撃せよ。撃てー。小丸君と甘丸君が目標追撃中、追撃中。甘丸、兄貴たち大丈夫かな。知らない。民間人が入り込んでるだと。はい、そういう報告ですが。それが分かってて演習続けてるってのはどういうわけだ。自分に聞かれましても。レッドベレーも出てるって言ってたな。はあ、ひょっとして映画のロケだったりしてな。はあ、よし、決めた。小隊長、あの、どちらへ。ちょっと散歩だ。指揮は任せた。そんな任されたって。うちの小隊長、野獣までミーハーだからな。動くな。ここは民間人は立ち入り禁止のはずですよ。ああ、すいません、キャンプに来て道に迷ってしまって。キャンプ場から20キロありますよ。ああ、まあとにかくここは危険だ。我々と一緒に安全地帯まで来てください。あ、すいません。ああ、危ない。第八小隊全滅かよ。やったのはレッドベレーか。どうにも気なくせえな。映画のロケじゃねえな。待った、僕です。ご無事で、兄さん。ああ、なんとかな。オワル君たちはどうしてますかね。わからん。
待っててくれる？え？いつまでも逃げるだけじゃきりねえからさ。ジャーニー。ウォール兄さん。グズグズやっておる。いつまで待たせるつもりだ。幸いなことに敵は私が小学校の頃に日本のコマネチを目指したことを知らなかったのです。そしてとりあえず私はコンコンと眠り続ける父と母をその場に残して穴の外の様子を見ることにしたのです。あんた映画の出演者？カメラどこ？あのね、私の共演者がこの辺りをうろうろしているはずなの。何人？4人。探すの手伝う？手伝わない？御殿場のカラオケボックス付き合う？あ！標的捕らえました。捕獲も可能です。その必要はない。永久火器の使用を許可する。あ？永久エアゾル爆弾を。聞こえなかったのか命令が。了解しました。爆弾だ。綺麗ね。バカだ。この辺り一体吹き飛ばされるぞ。逃げろ。
富士山頂東側に異常気圧発生、中心気圧880ミリバール、小型ですが極めて強力な台風のようなものです。いいえ、台風そのものよ。信じられん。あれが個人によって引き起こされたパワーだなんて。あれは彼らの能力のほんの一部に過ぎませんのよ。君が本部から派遣されてきた理由が分かったよ、レディエール。中心気圧が800ミリバールに低下、毎秒300ミリの猛烈な豪雨を伴っています。言い訳を聞こうか。え、お前がついていながらハマルが、ハマルが離してよ。そうだよ、俺が悪いんだよ。俺がちょっと目を離しちまったんだよ。だから何さ、俺を責めたって今さらさ、今さらどうにもなんねえじゃん。あいつはもう竜になっちゃって、なっちゃって苦しそうに、暗そうに泣き声を上げてるんだから。撃て！こちら東部方面隊演習司令部防衛庁本部、応答を願います。ただいま13時07分、上空の未確認物体を迎撃中、スクランブルを要請します。スクランブルを。ダメです、司令官、通信不能です。上空に強力な磁場があって電波障害を起こしています。ホテル、ご存知なんですね。あれは一体何なんですか。お前たちは総力を挙げて攻撃を続けるのだ。それ以上は知らぬ方がいい。こちらエリートブルー2、ただいま緊急通信を一部傍受。東部方面隊演習司令部、応答せよ、詳細を述べよう。応答せよ、現在富士山上空高度。なんだあれは。北海黒竜王、水と気象を意のままに操る能力を持つと聞いていたが、想像以上の力じゃ。俺は間違っていたんだろうか。何がですか。俺はずっとアマルの潜在能力を抑えつけようとしてきた。だがそれは逆効果だったかもしれない。抑えつけずにパワーを制御する方法を学ばせるべきだったと。こんな状況を予想しなかったわけじゃないんだが、アマル君を元に戻してやる方法はないんですか。わからない。ああしてエネルギーを放出しきれば、あるいはもし永久にエネルギーが尽きなければ、俺もいつかああなるんだろうか。中は中止です。悪天候では戦争できんか。自衛隊らしい発想だな。第101部隊全滅した模様です。分かりきった報告をするでない。相手は竜だ。よし、例のものを用意しろ。はします。
大黒龍王よ、わしのものになれ。アマル、どうしちゃったの？落ちたんですよ。いや、落とされたのかも。行くぞ！南海交流王か、羨ましいほどの若さと美貌じゃな。離せ！あの腕、あれは。わしはお前たちのような龍種ではない。だがお前たちと同じような力がわしにもある。龍泉郷でわしは一人の女を殺し、その血をすすったのじゃ。そのために何ヶ月も高熱を出して苦しんだがの、龍種の素晴らしい体はわしのものとなった。戦中戦後わしは幾度テロリストたちに狙われたかわからぬ。だがそれを免れてきたのは銃弾も刀も通さぬこの体のおかげだ。龍王たちよ、わしに血をよこせ。お前たちの血を売ることができればわしはもっと若く強くなれる。アマル君は、アマル君はどこ？そこで海国竜王がのたうっておる。竜となっても己の力を制御できずに苦しんでおるわ。わしならば竜の力を無駄なく使うがな。わしはわしの手で殺した竜氏の女の血を一滴も無駄にはしてこなかった。50年間にわたって保存し少しずつ使ってきた。そして先ほど最後の血をわしの体内に入れた。これであと10年は持つ。10年は日本も安泰じゃ、わしの力でな。だが問題はその先だ。その先もわしは力を持ち続けなければならんのだ。気持ち悪い。はっきり言おう、我々兄弟はあんたに血はやらない。たとえ一滴でもだ。はじめ兄貴。北海黒龍王。
も口を聞かず、ただただぐったりして家路に着いたのであります。でもその日、私たちを見送った夕焼けに映える富士があまりに美しすぎるのが、私は妙に尺に触っていました。油断は禁物。新たな敵が襲ってきましたよ。フェアリーランド、湾岸道路、夢の島、逃げ回る4兄弟に襲いかかる魔の手。ああ、東京ベイブリッジが落ちた。誘導4兄弟最大のピンチだな。次回、東京湾競争局。いろいろお騒がせしてます。